iPhone XR 全種類ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンと、さりげなくモフコが寝てます。毎日ここで寝てます。はい、本日撮影日は2018年10月26日。そう、何を隠そう、 iPhone X の発売日です。R、発音できないんですけど僕LR の R です。というわけで買ってきました。iPhone XR 256GB 全カラー。やばーい。はい、なぜね、わざわざ iPhone XR を全色買ったかというと、少し前に XS を買った時の動画で結構あったのが、ヒカキンさん、私は XR の方を購入しようと考えてるんですが、 XR もぜひ買って開封動画お願いしますっていうコメントだったり、ヒカキンさんなら前職やってくれますよねみたいなコメントがね、結構来てたので頑張ったよ。全部開封するモフコも iPhone が気になるようです。こんなに一気にビニール開けたことないよ。さあ、それじゃあ一個一個まず色見ていきたいと思います。僕も初めて見るので楽しみです。じゃあ何色からいこうかね。見たことないような色からいきたいよね。じゃあ青。あ、はい、すでに青い iPhone XR ブルーフェイントです。 iPhone XR ブルーは裏面です。いきますよ。あ、もうこう側面が青い。いきます、せーの、 iPhone XR ブルー。あー、すごい、超綺麗。あー、なるほどね。まあ、可愛いって言ったら可愛い色だわ。いいよ。じゃあ次、イエロー。いきます、 iPhone XR イエロー、キラリン。これはなんか、卵を溶いたような色だね。優しいね。じゃあお次はこれ、これちょっと気になっています。ホワイト、ホワイトですよ。シルバーじゃないと思う、多分。シルバー、ホワイト、どっち。ファッカ。側面はシルバーなのか。いきます、 iPhone XR ホワイト、シルバー、どっち。真っ白く見えるよ、これいいわ、シンプル。はい、お次もこれ新色だよね。オレンジですよ、これ。情熱のオレンジ。 iPhone XR オレンジ。わー、ちっちゃい頃飲んだ粉末の風邪薬の色、いい色だ。さあ、そしてこれ、失敗がないブラック。やっぱりね、すべてを飲み込む色、それが、ブラックだよね。マイク・タイソンのパンツのカラーもブラック。いきます、 iPhone XR ブラック。わー、いいね。もう透明感のないブラックだ、最高だ。そしてラスト、これはプロダクト、あ、そうだ、こちらはレッドなんですけど、プロダクトレッドですね。売上金の一部が募金される、いいやつです。さあ、 iPhone、 なんか赤い、なんか赤い、 XR プロダクトレッド、濃い
レッド。うん。プロダクトレッド8とかと同じ感じの色だね。はい、というわけで、全色見てみると、こんな感じ。じゃじゃーん！かっこいい。丸尾くん、これは食べ物じゃないよ。どっか行ったわ。かっこいいね。これは迷っちゃうね。これは全部悪くないよね。いや、かっこいい。これは本当に iPhone なのでしょうか。でも中でもやっぱりなんかこの青と黄色が際立ってる気はするかな。なんか想像してたより黄色がね、すごいかっこよく見えるんだよな。ランボルギーニみたいな。皆さんはどの色が好きですかね。はい、側面の色はこんな感じ。いい色だね。半端ないね。すげえ重たい6枚持つと。うわー、こうやって見るとめっちゃ綺麗。で、この iPhone XR、どんな機種なのか、一言で言うと、iPhone XS のいいところをうまく残しているにもかかわらず、お手頃価格であり、でもちょっと XS より大きくてカラーバリエーションある版、んです。で、なんかね、こう、ほんの少しね、調べただけだと、iPhone XS と比べると、機能が劣る、安い iPhone みたいな風に見られがちなんですが、ちょっと調べたらね、って感じで、そうでもないんだよ、これ。というのも、発売からまだ1年経ってない iPhone X よりも、かなり進化してる部分が多いんですよ。かつもちろん価格は XS とかと比べたら断然お手頃で、今日は私 YouTuber ヒカキンが、まあ個人的に気になったポイントをいくつか簡単に見ていこうと思います。ブーンブーン。それでは行きましょう。ヒカキンが気になったポイント、その1。やはりね、これいつも僕 iPhone 買うときに言ってるんですけど、大きさ。そう、やっぱりね、今時まあ LINE とかまあ使うじゃないですか。あの、打つ時にね、僕片手打ちなんですよ。うん。そんな時に大きいと届かないけど、この XR はどうなのか。それではちょっとメモで打ってみます。さあ、届くのでしょうか。あー、ギリいけるわ。ヒカキン TV 開業か。あ、いける。まあ僕地味に手でかい方なんですよね。だからまあ男性の成人だったらいけるかなって感じかな。ただまあね、ギリギリって感じ。うん。で、大きさ自体をちょっと他の機種と比べてみたいと思います。それがこちら。じゃじゃん、こんな感じ。左から iPhone8 すいませんね。なんか iPhone 並べたら寄ってきちゃってね。あらあら、 iPhone 好きなんか、マルオ。あはい、行きましょう。左から iPhone8、iPhone XS で、今回の XR、XS Max 7 Plus です。ちょっと丸を押さないで、これ。まあ、こんな感じだね、大きさ。ちょっとわかりづらいかもしれないけど、XS よりちょっと大きくて、XS Max とか Plus よりちょっと小さい。そんな、特別な存在ですね。はい、続きまして、左から iPhone XS、真ん中が、XR、そして一番右が XS Max なんですが、これね、よーく見ると、画面の外枠、まあ、ベゼルっていうのかな？外枠の黒い部分が、実はね、XR はちょっとね、分厚いんだよね。だから、ちょっとごついというか、まあ、本体に対して画面の比率が少しだけ小さいって言った方がいいのかな。こうしてみるとわかるかな。ほら、XS はね、ギリギリまでこう画面があるんだけど、それに対して XR はちょっとこう、太いよね、枠が。そういう違いがね、こういう画面側にはあります。で、確か XS、XS Max は有機 EL っていうね、画面で、かなり綺麗なんですけど、今回の XR はね、別の液晶なんだよね。ただ、別にね、そんな気になんないかなってぐらいですね、僕は。うん、十分綺麗。
はい、続きましてヒカキンが気になったポイントその2。やっぱこれが僕は一番気になりました。カメラの性能、画質。やっぱね、 YouTuber たるものカメラめっちゃ使うし、やっぱりね、今時本当にもうデジカメとか持たず、もうね、スマホのカメラで写真撮ったり、下手したらね、もうビデオカメラいらないんじゃないってぐらい動画も綺麗だったりするから、そこはこだわりたいところでもあるよね。なので今回は 10S と、写真そして動画ちょっと比べてみたいと思います。そう、というのも 10S はデュアルカメラって言って、こうレンズがほら2つついてるんですけど、10R は1つなんですよ。だからね、ポートレートとかが変わってくるらしいです。ただね、ポートレートも撮れるんだって。比べてみる。はい、それではまず 10S。 さあほら、ポートレートすごい背景ぼけんの、これほらね、いきますよ、せーの、はい、 OK。 はい、続きまして 10R。 え、全然いいじゃん。これインカメなんですけど、インカメ、まあ、え、別に、え、いいじゃん。いいじゃん。いきます。はい、チーズ。え、いいよ。比べてみるとこんな感じ。え、いいよ。これインカメだからかな。で、 10S と同じく写真からこれ編集で、あ、いける。そう、これボケ味を強めたり弱めたりできますね、これね。いくよ、これボケなしで、おら、マックスボケ。え、全然いいじゃん。十分じゃない、これ。全然綺麗、悪くないね。じゃあ続きまして、アウトカメラで撮った写真、ちょっとじゃあ寝てるモフコちゃんでも撮りますかね。うん、普通のポートレートじゃないやつでね。あらら、いきます、せーの。10R も同じくらい綺麗だけどね、あんま正直僕には分かんないレベル。綺麗じゃない。ちなみにアウトカメラで撮ったポートレートはこんな感じ。なんかね、撮ってみるとわかるんだけど、 10S はなんかこう画角狭くなるんですけど、 10R はね、画角そのままで撮れるね。だから正直ね、撮りやすかった。ただやっぱデュアルカメラの方がボケとかは綺麗に表現されるのかなと思ったんですけど、十分実用的かな。はい、それでは最後に動画。動画はね、 10R もね、 1080の60fps ありますね。ちょっと撮ってみます。同じ設定で、あー、同じ感じだな。まずインカメ。ハロー YouTube、 どうもヒカキンでーす。はどうでしょうか、どうでしょうか。悪くないんじゃないかね。っていうか、まあインカメ一緒なのかな。なんかすげー綺麗なんだけど、 10R も。全然いけるね、綺麗。続きましてアウトカメラ。こっちで差が出んのかな、デュアルカメラとこの1個のカメラだからね。モフちゃん、寝てるね。かれこれもう2、3時間は寝てるね。どうかな、ちょっと縦でね、撮ってますけれども、どうでしょうか。十分綺麗じゃないかな。ちょっと揺れてみます。ほい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 。あー、でも手ぶれも別に、いい感じだね、アウトカメラ。悪くないね。はい、というわけで。まあ、やっぱりとことん画像とか、まあ、動画、画質にこだわりたい人はもちろん 10S の方が優れてると思うんですが、正直ね、こうなんか作品作るとか、なんか本当にね、もう仕事道具としてね、絶対妥協できないっていう感じじゃないんだったら、普通の人じゃわかんないくらい綺麗でしたね、 10R。 はい、それでは、ラスト、ヒカキンが気になったポイントその3。これ試すとかっていうものではないんですけど、ズバリ10R には 3D タッチがない。まあ、もしかしたらね、全然なくていいんだけどっていう人も多いのかもしれないけど、僕はね、欲しいんだよね、 3D タッチ。一応知らない人のために説明すると、8とかもついてたんだよね。で、もちろん 10S にもついてます。あの 3D タッチっていうのは、人から LINE 来た時にグッてこう指で押し込むと、なんかこうポンってこう、あの既読つけないでなんか LINE の中身見れる、あのあれ、あのあれ。まあそれ以外にもいろんなね、使い方あって便利な機能なんですけど、正直僕が iPhone X とかね、今まで8使ってきて 3D タッチ使うのは LINE で、たまにこうなんかグッて見る。まあね、そういう僕みたいになんか LINE で後ろめたいことがある人にとって
大事な存在っていう意味で、それはねもうあの点あるにはないので、まあ地味にそこもポイントなのかなと思いました。まあでもそういうの気にするのあれかな、めちゃめちゃモテモテの人とかかな。やべえ、 LINE が来すぎてしょうがないな、中だけ見るかみたいな人にとっては超重要な機能かもしれないから、そこは一応知っておいた方がいいかなと思って今回ご説明いたしました。てな感じで、以上 YouTuber ヒカキンが iPhone XR で気になったポイント3つでした。ブーンブーン。いやにしてもね、改めてこんなに綺麗でカラフルな iPhone なんで、これからね大切にしていきたいと思うけど水没、思うけど水没。黄色、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 黄色。ブルー、ブルー、ブルー。こんにちは。ホワイト、ホワイト、ホワイト。こんにちは。レッド、レッド、レッド。こんにちは。オレンジ、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 こんにちは、こんにちは、こんにちは。ブラック、ブラック、ブラック、こんにちは。iPhone、最高。ブーン、ブーン。iPhone、最高。はい、というわけで、真似しないでください。あのね、ただ、耐水性能、水の強さは、8とかと同じレベルの耐水はついてるそうです。なので一時的に水に落ちても大丈夫だというのはやっぱりねしっかりついてます。くれぐれもわざと水没させないように。真似しちゃダメ。はい、というわけで、一通り私ヒカキンが気になる点、試してみたわけなんですが、他にもね、10S との違いとか8との違いとか細かいところまで見ると本当にキリがないので、もしね買うか悩んでる皆さん、まあ、ちょっとねこうネットで 10S10R 比較とか 10R いいところとかそういう風に検索するとすごいねこうガジェットマスターのような人の記事がたくさんあるんで、そういうものもねしっかり読んで、かつ店舗でねお店で実際にこう手に持って触ってみてから 10S と迷うとか 10SMAX と迷うとか検討されるといいと思います。はい、というわけで、モフコ最初から最後まで寝てるわ。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録ボタンもぜひポチッと。その他私ヒカキン Twitter、Instagram もやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。登録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 。